さあ、昨日のさ、高須のパーク、コブ斜面、このスーパーコースのね、コブ斜面、どうなったか、今日見ていこうかなって思います。今日が、12月27日、月曜日です。昨日がさ、昨日も撮ったんだけど、ガリガリじゃねえな。なんだろう、柔らかめのパウダーが、もう下の方でパウダーだったんですよ。で、ダイナがガリガリ版の上にパウダーが3センチぐらいだったけど、今日ね、硬めのパウダーの上にまたパウダーだよ、これ多分。ちょっと滑ってみようかなと思います。ちょっと電池切れそうなんで、これ取ったら、ダイナ戻って車で充電してから高須取ろうと思います。で、ちなみに僕は、高須ダイナ、中心に立っております。土日月と、アップしてますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、ちょっと、撮ってみて、今日好きです。行きますね。まず、なんとなく想像つくけどな、これ。このさ、普通さ、これ僕はブカブカで、ここがガリガリじゃん、普通。でも、ここは多分、ほら、やっぱりな。下まで、手でさ、掘れるもん、掘れ。ほら、7センチ掘れた。多分こんなんだ、ずっと。わあ、ガリって言ったな。外交層氷だな、そこ。氷、あのね、まあ、でもね。ちょっと待って。あのさ、コブがさ、まだね、どんなコブになろうかなって、まだ考え中みたいなコブだね。下の段はね、まあ、ちゃんとしたコブだよ、多分まだ。ちょっと待ってよ、もう一回滑ってみよう。ラインがわからん。いや、下手なだけだけど。下手なだけだ、ね。こっちもそうだね。まだコブできてないね。なあ、昨夜、降って、15センチぐらい積もって、で、今日平日でしょ？だから、まだ誰も滑ってない。だから、コブができてないよ。昨日、これは昨日のコブだわ。こっち滑ってみる？どうしようかな。向こうも行きたいな。よし、滑ってみようか。ちょっと階段気味だね。ちょっと階段になってるわ。昨日の階段形状が残っとるね。ストックなしだ。きついよ。でもね、まあ、パウダーだから、難易度、5かな。普通レベル。だから、1級の検定試験はさ、これぐらいの難易度ですよ。それほど難しくない。モーグルやっとるね。ジャンプ台ね。よし、行ってみよう。行くぜ！カメラ揺れて見えんかったでしょ、ごめんね。はい、練習できるよ。これでも痛くないで、もう下降りて、電池しに充電しに行きます。後で高須が取るでね。じゃあね、チャンネル登録よろしく。